2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚だよね。また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われているぜ。そうした状況を反映してか昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼清徳氏が勝利を収めたことで軍事的な恫喝を強化することが想定されているな。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には新たな対応が求められるよね。さて今回は日本の安全保障環境が悪化の一途をたどることによる新たな対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているんだけど、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化しているよ。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切ったんだ。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されているみたい。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充だな。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもあるぜ。しかし昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府ではこの敵基地攻撃能力を反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることでその保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろうな。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としてはアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の1に式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾頭が挙げられているよ。トマホーク巡航ミサイルは今更説明は不要と思われるほど世界的に見ても著名で実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装なんだ。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるんだけど、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられているね。そしてこのトマホーク巡航ミサイルは、国産の1に式地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの1に式地対艦誘導弾は射程距離を飛躍的に延伸させるらしい。1に式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第1段階でおよそ 900km、最終段階ではおよそ 1500km までの延伸を目標に掲げているぜ。さらに現行のオリジナルの1に式地対艦誘導弾が陸上の装輪式の車両から運用される地発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊の全てで運用を目指しているようだな。トマホーク巡航ミサイルにせよ、1に式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、
昨今複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果をいぶかしむ声も一部では聞かれるみたいだね。しかし低空を地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見てもこうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっているぜ。日本では当初はこうしたトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を2026年からの開始を想定していたが、昨今の主として中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示しているよ。ではトマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されてるのかといえば、まずはすでに海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS 垂直発射艦が対象になるだろうね。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては現在8隻を有するイージス護衛艦がその筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製のマーク41VLS 垂直発射艦をこれらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となるんだ。だがこうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では潜水艦でこれらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられているぜ。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のようにいずれも実戦配備中の親潮型8隻、操縦型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよな。トマホーク巡航ミサイルはかつては 533mm 魚雷発射艦から運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており調達は現時点ではできないぜ。そのため日本では初めて VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるけど、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め詳細は未だはっきりとはしていないんだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されて入るが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる感は否めないよね。ただし現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろうな。世界的に見ると通常動力型の攻撃型潜水艦で VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国のトサンアンチャン補給ぐらいしか見当たらず、こちらは初期型のバッチ1と呼ばれるもので水中排水量で3800トンの艦隊に6セルの VLS 垂直発射艦を搭載しているぜ。韓国のトサンアンチャン補給は以後のバッチ2以降ではさらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武2 B 弾道弾であると言われているよ。玄武2 B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。